2020明治安田生命 J3 リーグ第14節蒲田マーレ佐抜対カターレ富山の一戦、香川県丸亀市にありますピカラスタジアムからお届けいたします。さあ、それでは両チームのスタメンご紹介していきましょう。まず蒲田マーレ佐抜フォーメーション3-3-2-2予想します。対しますアウェーのカターレ富山です。こちらは 4-4-2 フォーメーションは変わりありませんが、メンバー前節と変わっております。末木中央、さあ前線、うんと中途半端だが、うん、シュートでいった。まだもう一度一つフェイント入れて、もう一度シュート、大谷、そしてさらには花井の連続シュート。サヌキがセカンドを取ります。林、前を向く、スピードを上げて前線、競争になる中、クロス、ただ今のも富山がシュートコース、まあ、ボール付近寄せていました。18番の中村亮、さあここも長いボール、オフサイドはない、かわす、大谷中に入れる、折り返し、ジオシュート、キーパー清水がよく止めました。最後は大野がシュートを放ってきました。富山、サイドを変えるようなボール、まだキープ、うん、ここで笛、富山にここは警告カードが出ます。そして今日前半1枚川崎康政に出てましたので、2枚目この試合退場となります。サイドに振っていきますが、蹴り出していくのは24番滝富山、逆に裏を狙う、ゴール左でした。ノーホイッスルです。重松からのボール、流れてシュート、よく岡が触りました。富山、森川のシュートも枠を捉えていました。一気に行きたいサヌキ、ショートコーナー変化をつけた、川崎一気のボール、ジオエリンク、タイミングはドンピシャでした。ゴールの右、最後は林智也、富山のここはフリーキック、ゴールまでの距離およそ 37m、 低いボール、変化をつけながらも折り返してゴール、厳しいところで富山が先制点を挙げていきました。最後は田中雄介、今シーズン自身3ゴール目、一番奥田中雄介、折り返してギリギリ、滝からのボール、長谷川、キャプテンマークの竹内、手前側こちらが小松、さあ川崎一輝、ここはヒールパス、うまく出た、ゴール前、岡がここも抑えました。富山、さぬきは決定的な場面でした。富
山一人少ない状況も全員でこの1点を守り抜くんだという守備。コーナーキック巻いてくるボールファーサイド折り返しキーパー竹内のシュートはゴールネットを揺らすことはありません。ここも岡弘樹だ、しのぎました富山、勝利をつかもうとという状況、すでにカウントダウンに入っていることでしょう。ここで試合終了、耐え抜いたカターレ富山がアウェーの地、このさぬきとの対戦で貴重な勝ち点3を得ました。